みみみ、皆さんこんにちは、みみみです。今日はクリスマスに向けた12月のマスターアイテムを紹介していきたいと思います。イエーイ。最近ね、もう街はどこを歩いてもクリスマスムード一色になってますよね。で、皆さんもこれから、クリスマスにかけてだったり、まあ年末にかけてお出かけすることが多いと思うので、クリスマスに使えるマスターアイテムを今回は GU で購入してきました。詳しくね、レポしていけたらと思います。では早速、1着目から、レッツスタート!はい、まず1着目のアイテムがこちらです。じゃーん。パフィータッチ V ネッククロップドセーター。お値段が1490円になります。カラーがオフホワイトとブラックとパープルの3色展開となってます。で、このねトップスなんですけど、もともと1990円で値下げされてるので、今買うのがお得かなと思います。でね、このニットなんですけど、糸をね起毛させてから編み立てているのでふわっとしていて軽いんですよね。で、プラスですごく暖かいので、これ1着でも防寒対策できるっていうのがいいところだなと思います。実際にね着てみます。はい、着てみました。こんな感じです。めちゃめちゃ可愛い。ポイントなんですけど、このね首元デコルテ部分を綺麗に見せることができます。そして丈感もね、クロップド丈、ちょっと短めの丈なので、まあ、こういう風に、まあ、スカートだったりとかハイウエストのデニムと合わせると全体的にね足が長く見えてスタイルもよく見えます。カラーはね3色あったんですけど、クリスマスらしく一番使い勝手良さそうな王道の白でふわっとね可愛いを演出したくて、今回はこちらのトップスを選びました。はい、そして2着目のマスターアイテムはこちらです。こんな感じです。パフィータッチオーバーサイズハイネックセーター、お値段が2490円になります。カラーがねすごく展開が多くって、オフホワイト、ダークグレー、レッド、ブラウン、イエロー、グリーン、パープルとたくさんのね色味が展開されてるので、ぜひ見てみてください。で、こちらもね糸を起毛させてから編み立てたセーターになってるので、すっごく暖かくて着心地もいいです。でね、今回ねサイズ感がこれね、私 XL をあえて選びました。いつもね買うのは XS サイズだったり S サイズだったりするんですけど、あえてね XL をチョイスして、たっぷりとしたオーバーサイズ感っていうのを出すために買いました。実際に着てみたいと思います。はい、こんな感じになります。私の身長が160センチちょうどなんですけど、160センチでXL サイズでこのくらいの丈感になりますね。1枚でも全然着れるくらいのニットカーデになります。でも可愛いのポイントなんですけど、このね腕の部分のこのダボっとしたボリューム感だったり、あとこの首元がしっかりとね上まであってキュッとね絞ってくれてる感じだったり、あとはねもうこの丈感ですよね。全てがもうあざとくてめちゃめちゃ可愛いのに2490円っていう破格だなと思います。もうねこれは完全にクリスマスに使いたくって買いました。で、マストなポイントなんですけど、この冬はね赤のアイテムっていうのを1点持ってた方がいいみたいなマストアイテムらしくて、で今回ね赤を選びました。で、このね赤色なんですけど、すごくね落ち着いた色味なので全然派手に見えなくて、むしろねすごく上品に見えるので、ちょっとね周りと差をつけてクリスマスコーデ組みたいなっていう方にはおすすめの色味かなと思います。でね、これは丈感もね珍しくねワンピ風で選んだので、ロングブーツで合わせたいと思います。はい、そして次のアイテムがこちらになります。じゃーん。こちらですね、ヒートパテットブルゾン、お値段が4990円になります。カラーがブラックとナチュラルとベージュとグリーン、これはねナチュラルの色味です。でね、このブルゾン私本当に気に入ってて、もうね買った日から毎日着てるんですよ。本当にね、まずすっごく軽くって、これね1枚着てると超あったかいんですよ。すごいなって思います。ちょっとね一旦シルエットを見るために着てみたいと思います。こんな感じです。かわいい。
まずポイント、このねダウンめっちゃポイントいっぱいあるんですけど、まずね一つ目、ここに裾の部分にドローコードっていうのがついてるんですね。でこれを絞ったり、こう絞ってみたり、まあ、絞らなかったりできるんですけど、これでねちょっとシルエットをふわっと丸みがある感じとか、もう本当にそのままストンっていう感じとかに変えることができます。でポイント2つ目なんですけど、このね首元の部分っていうのがすごく高く作られてて、チャック閉めたら分かるんですけど、もう本当に口元が隠れるくらいまであるんですよ。全然寒くなくて、このね前のフードのとこもパチンって止めれるんですけど、もうここまで止めちゃうと首元にね全く風が入らないので、防寒対策としてめちゃめちゃおすすめです。で次のポイントがこれね、フードがパチンってもうボタンで取り外せるようになってるんですよ。これもめっちゃすごくって、まあ、取り外したら中にねフード付きのパーカーだったりとかっていうのを着込んで、その上からねこのダウンを羽織ってもフードにならないんで、まあ、これね取り外ししたりつけたりっていうので調節することもできます。で今回ね色味なんですけど、クリスマスのねイルミネーションだったり、なんかそういうイベントごとに着ていきたいなと思って、写真映えする白をチョイスしました。白ってねちょっと汚れたりとか気になるっていう方で、なかなか挑戦できない方も多いと思うんですけど、私もそうなんですけど、まあ、お値段も5000円以内やし、もうこのねクオリティやったら普通は1万円以上絶対するじゃないですか。でも4990円なんで、ちょっとねおしゃれの方に寄せようと思って、無難な感じじゃなくてちょっと白をね選んでみました。またインスタとかにもね登場すると思うんで、コーデ見ていただけたらなと思います。であと追加で機能として紹介されてるのが、軽い雨を弾いてくれるような機能と、熱がね逃げないような体温機能っていうのがついてます。本当にね機能性もデザインも抜群なんで、めちゃめちゃおすすめの一つです。もうこれね着て結構出かけてるんですけど、みんなにね可愛いどこのって言われます。はい、ということでクリスマスまでに持っておきたいマストアイテムの紹介でした。またね別動画でクリスマスコーデ、1週間コーデみたいな感じで動画撮ろうと思って用意してるので、またね次回の動画もお楽しみにしていてください。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。